中央図書館のロビーで市内の遺跡から出土した土器を展示する企画展が開かれていて、あがたに残る遺跡に由来するあがた式土器の誕生や変遷について学ぶことができます。今治市内には多くの遺跡が残っていて、県内有数の歴史情緒あふれる地域です。今治市は普段見る機会の少ない埋蔵文化財を展示することで、今治の歴史について広く市民に知ってもらい、関心を高めてもらおうと、中央図書館で年に3回ほどテーマを変えながら企画展を開いています。現在開かれている企画展では、あがた遺跡、宮ヶ崎山形遺跡、高橋山崎遺跡の3カ所から出土した土器合わせて16点を展示、あがた遺跡に由来するあがた式土器の文様に焦点を当てて、その誕生と変遷を紹介しています。あがた式土器は今からおよそ2300年前、弥生時代前期の終わり頃に瀬戸内海沿岸地域で使われていた土器の総称です。あがた遺跡から出土したことからあがた式土器と名付けられ、この時期に瀬戸内地域で流行した土器の文様の起源であると考えられています。あがた式土器最大の特徴、文様、それまで使われていたシンプルな作りの土器とは対照的に、米などを貯蔵するための壺や食べ物などの煮炊きに使う亀を、紐状の粘土やヘラを使ってさまざまな形の文様で装飾し、表面を磨き上げて光沢を持たせています。特に壺の口の部分の内側に装飾が施されていて、展示されている出土品にも渦巻き状の文様、わらび手紋や同心円状に何重にも線を巡らせた重剣紋などを見ることができます。当時の人たちが創造性や独自性を持って日用品を制作していたことがうかがえます。全盛を迎えたあがた式土器も時代の流れとともに変化していきます。最大の特徴であった後円部の内側の立体的な文様は次第に平面的になり、その後後円部の文様は受け継がれつつもシンプルな土器へと変遷、あがた式土器は廃れていったと考えられています。今治市はあがた式土器を作った今治の先人の発想やあがた式が流行し廃れていくところまで今治市にある埋蔵文化財から知ることができます。ぜひ実物を見て考古学や歴史の面白さを感じてほしいと来場を呼びかけています。あがた式土器にスポットを当てて市内の埋蔵文化財を展示した企画展は4月19日まで中央図書館1階のロビーで開かれています。